ケンタウルスザアルファー星 BB とは、ケンタウルスザアルファー星 B を肯転するとされた太陽系外惑星である。発見時、太陽系から最も近い太陽系外惑星であるとして注目を集めたが、後の研究により存在しないだろうとの指摘がなされている。地球から見たケンタウルスザアルファー星 A と B ケンタウルスザアルファー星 BB は、 太陽系から最も近い位置にある星系である、ケンタウルスザアルファー系を構成する3つの構成のうち2番目に大きな構成である、ケンタウルスザアルファー B の周囲を公転している。ケンタウルスザアルファー系は太陽からわずか4.366光年離れた位置にあり、ケンタウルスザアルファー B は同じ星系に属するプロキシマケンタウリに次いで太陽から近い構成である。 数千年スケールの短期的な時間スケールでは、恒星の位置は変わらないため、ケンタウルスザアルファ成形を1個の単位とした場合には、太陽から最も近い惑星系として、不動の地位を築くことになるし、後に、プロキシマケンタウリ B が発見されるまでは、最も地球に近い太陽系外惑星の地位も、また不動なはずであった。これまでの最短記録は、 エリダノスザイプシロン成形の1 0 5光年であった。地球から近いため、地球から探査機を送り込んで探査をすることも考えられたが、現状の技術では、例えばボイジャー1号の秒速1 7トルで進んでも77000年以上もかかる距離である。このため現在の技術では、ケンタウルスザアルファー性 BP を直接観測することは難しい。しかし、将来的に、 技術開発が進めば、太陽系外惑星の探査を行う最初のターゲットとなる可能性は十分にあり、ケンタウルスザアルファー星 BB はその意欲を引き出す起爆剤となる可能性があった。ケンタウルスザアルファー星 BB は、ケンタウルスザアルファー星 B からわずか 0.04AU、約600万 km の軌道を交点する惑星である。これは、 太陽系で最も近い場所を交点する彗星のほぼ10分の1という短い距離である。口実する通り、中心星であるケンタウルスザアルファー星 B 自体もケンタウルスザアルファー星 A との複雑な軌道を持っている。ケンタウルスザアルファー星 BB を発見した方法であるドップラー分光法の説明図。ペガススザ51番星 B をはじめ、 多くの太陽系外惑星はこの方法で発見されているが、ケンタウルスザアルファ星 BB は極めて影響が小さく、これまでで最も高精度な測定となった。ケンタウルスザアルファ星 BB の観測は、ケンタウルスザアルファ星 B の周囲を公転することにより、重力によって構成の位置がずれることによって、視線速度に生ずる周期的な変化を計測して発見された。 これをドップラー分光法と呼ぶが、この観測方法の難点として、軌道傾斜角がわからない限り惑星の質量が加減においてしか知ることができないという問題がある。このため、ケンタウルスザアルファ星 BB の物理的性質は加減質量しか知られていない。ケンタウルスザアルファ星 BB がケンタウルスザアルファ星 B に与える影響は極めて小さく、 たったの秒速5 1トルである。これは最も高精度な視線速度の変化の値であり、事実このわずかな影響を調べるのにほぼ4年間継続して観測を行った。このわずかな値から推定される加減質量は地球の1.13倍である。もし、ゲンタウルスザアルファー星 BB がかなり重い惑星であるならば、恒星に与える影響も大きいので、 もっと早い時期に発見されているはずであるため、この惑星は地球型惑星の範囲の質量を持っているのではないかと推定されていた。地球型惑星であるならば、太陽に似た恒星に見つかった初の地球型惑星である。中心性から近いため、時点と光点の動機が生じている可能性もある。ケンタルスザアルファー星 BB の表面温度は、 摂氏1200度に達すると見られる極めて高温の惑星である。時点と公点が同期している場合、常に片面をケンタウルスザアルファー製 B に対して向けているため、片面だけが炙られることになる。摂氏1200度は大抵の岩石を誘拐させる温度のため、ケンタウルスザアルファー製 BB の片面は溶融したマグマに覆われていると考えられている。 ケンタウルスザアルファ星 BB が好転している。ケンタウルスザアルファ星 B は、ケンタウルスザアルファ星系で2番目に大きな恒星である。太陽と比較して、質量は0.907倍、直径は0.865倍とやや小ぶりであり、明るさは半分ほどである。スペクトル分類は基部型である。しかしケンタウルスザアルファ星 BB は、ケンタウルスザアルファ星 B から、 かなり近い軌道を降転しているため、戦術の通り極めて高温の惑星となっている。誕生から48億5000万年経っていると思われ、これは太陽系と同じくらい古い。ケンタウルスザアルファ星 B は地球から見ると1.33等級の星として見えるが、実際にはケンタウルスザアルファ星 A が極めて近くにあり、死等級もマイナス0.01等級とこちらの方が、 明るいため、しばしばマイナス0.1等級の1個の構成として扱われることもある。ケンタウルスザアルファー星 BB の表面から見た空の、想像図ケンタウルスザアルファー星 BB から見れば、主星であるケンタウルスザアルファー星 B は、地球から見た太陽の22倍、大きく312.5倍も明るいマイナス33.1等級である。 BB はおそらく自転と交点が同期しているため、B は空の一点に固定されて動かない。ケンタウルスザアルファ星 B は、ケンタウルスザアルファ星 A との共通重心の周りを互いに交点しており、ほぼ80年かけて交点している。軌道長半径は26億3000万キロメートルと、太陽系で言えば天皇星よりやや近い軌道であるが、 離心率が0.5179と極端な大円軌道であり、最小で12億7000万キロメートルまで接近する。このため BB から見る A は80年周期で明るさが -22.6 等から -20.1 等の範囲で変化する。A は BB の空を B と異なり2周運動するため、昼半球の定位度であれば、A と B が同時に地平線上に見える。 時間帯がある。同じ成系に属するプロキシマ・ケンタウリは、高々4.4等級の暗い構成でしかなく、ケンタウルスザ・アルファー星 b b から見た太陽の0.4等級よりすら暗い。もし地球から見て、ケンタウルスザ・アルファー星 b b が構成面を通過すれば、直径や大気蘇生など多くの情報が得られるため、発見チームは、ハップル宇宙望遠鏡によって、 観測を行うことを申請している。しかし、実際に、ケンタウルスザアルファ製 BB が通過している。可能性は10%から30%と考えられている。ケンタウルスザアルファ星 B のハビタブルゾーンは0.5から 0.9AU とされており、この範囲内で地球型惑星が存在する可能性がある。この影響は、ケンタウルスザアルファ製 BB よりさらに小さい。 ハープスが検出できる、視線速度の変化の加減値は、秒速 30cm であるが、例えば地球が太陽に与える、視線速度の変化はわずか秒速 9cm である。仮に、ケンタウルスザアルファ成型から太陽を観測したら、地球を見つけることは、不可能である。しかし、2017年から開始されるエスプレッソならば、観測可能かもしれない。また、 連星系は安定しているため、ハビタブルゾーン内の惑星が、ケンタウルスザアルファ星 A によって軌道が乱される、可能性は低い。ケンタウルスザアルファ星 BB の存在を示す証拠は、極めて小さな値である。このため、一部の天文学者は、惑星の存在にはまだ議論の余地があるとしている。2015年には、ケンタウルスザアルファ星 BB の発見の根拠とされた。 ケンタウルスザアルファー星のフラつきを示すデータに疑問を示す研究結果が発表されるなど存在しない可能性が高くなっている。不完全データが幻の惑星を生み出すという点でゴルディロックス惑星のクリーゼ 581g と議論が似ている。ありがとうございます。